47都道府県対抗、犯罪率市町村区、ワースト10。ねえねえ、マリサ。聞いてくれる？どうしたんだ、急に。今日来る途中、駅で財布を落としちゃったの。何だって、霊夢はドジだな。うるさいわね、マリサに言われたくないわ。まあまあ、それで、どうしたんだ？親切な人が拾ってくれて、届けてくれたの。本当にありがたかったわ。そうか、よかったな。日本は治安が良いことで知られているからな。海外からの観光客も日本のことよく言ってるだろ？あら、マリサなのに、よく知ってるわね。失礼だな。お、も、て、な、し、ってやつだろ。それくらい知ってるよ。そうね、ちょっと古いけどね。わ、悪かったな。でも、日本にも比較的犯罪率が高い地域はあるのよ。とはいえ、人口のドーナツ化現象が起こる都市部に偏りがちだけどね。ん？人口のドーナツ化現象って、なんだ？甘いのか？ああ、やっぱり、マリサには難しかったわね。なんだよ、嫌味かよ。まあまあ、人口のドーナツ化現象っていうのはね、オフィス街や繁華街の多い都市部は、居住地が少ないから、住んでいる人の人口は多くないの。反対にその周辺の郊外の方は、居住人口が多いから、ドーナツ化現象っていうのよ。つまり、都市部は郊外から集まってくる人が多いから、居住人口の割に犯罪件数が多くなるってことよ。なるほど、犯罪率っていうのは、住んでいる人口に対する犯罪件数、ってことだな。外から来た人が起こした犯罪も、その地域の犯罪になるのか。その通りよ。ふむふむ。じゃあ、日本の犯罪率の高い地域って、どこなんだ？では今回は、47都道府県対抗犯罪率市区町村ワースト10を紹介しようかしら。おう、よろしく頼むぜ。みんなも、出てきた地域について感じたことを、コメント欄にどんどん書き込んでちょうだいね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それでは、第10位からいくわね。10位は、愛知県の名古屋市中村区よ。名古屋か。味噌カツがうまいよな。甘辛いソースがたまらないんだぜ。うん、そうね。それとね、中村区は、豊臣秀吉生まれの地なのよ。そして玉木宏の出身地でもあるわ。おい、豊臣秀吉と玉木宏を一緒にするなよ。おほほ。あとは、名古屋駅がある場所よ。ああ、名古屋駅。奈々ちゃん人形なら知ってるぜ。そうそう、あの足の長い人形、名古屋駅の待ち合わせスポットとして有名ね。へえ、あそこが犯罪率が高いのか。中村区は名古屋駅西口周辺の地域で、多くは下町情緒あふれる良い町並みなんだけど、昔遊郭があった名残で、風俗店が立ち並ぶ通りがあるわ。そして、そこには有名な暴力団の事務所もあるそうよ。うわぁ、怖いんだぜ。そうなのよ。一部の地域では地元民の間でも近づかないようにと言われているわ。では次ね。第9位、京都市下京区よ。京都だな。京都といえば、どんなイメージがあるかしら。神社仏閣などの観光スポットが多いイメージだぜ。その通りね、言わずと知れたって感じね。そして下京区は、京都駅や京都タワーがある場所よ。それに日本三大祭りの一つである、祇園祭りを毎年やっているところだわ。そうか、京都の中心だな。ってことは、外から来る観光客が多いから、犯罪率が高いってことだな。よくわかったわね、マリサが。京都といえば、日本を代表する観光都市よね。でも京都を訪れる人が多くなればなるほど、犯罪も増えるわ。特に下京区には京都有数の繁華街もあって、万引きや自転車の盗難が多いのよ。ただし観光客が多いこともあって、粗暴犯のようなものは少ないわ。なるほどな、華やかな街だけど軽犯罪が多いんだな。次、どんどん行くわよ。おい、霊夢、そんなに急ぐなよ。わかった。第8位は、大阪四天王寺区よ。大阪が出てきたな。大阪は柄が悪いイメージがあるんだぜ。ちょっとマリサ、偏見は良くないわよ。そうか、ところで天王寺区って、どんなところだ？聖徳太子が建立した四天王寺があることが、その名前の由来よ。なんだ、由緒正しいな。そして区のターミナル駅である天王寺駅は、観光客が多く集まる駅なの。駅を出たところに、アベノハルカスという日本で最も高いビルがそびえ立ってるわ。なるほど、ドーナツ化現象が起こっているわけだな。その通りだけど、知ったかぶりしないでね。日中はショッピングセンターやデパートが賑わっていて、華やかな雰囲気だけど、繁華街もあるから、夜は酔っ払いが増えて、粗暴犯が多いの。それに、徒歩圏内に大阪のスラム街と言われるアイリン地区があるから、酔っ払いやホームレスが多くて、ひったくりなどの道端での事件が多いわ。そうなのか。あながち偏見でもなかったな。さて、お次は第7位、兵庫県の神戸市中央区よ。神戸といえば、おしゃれなイメージがあるぜ。
そうね、北の偉人館や、中華街の神戸南京町、神戸ポートタワーや、ハーバーランドと、関西では屈指のデートスポットでもあるわ。ちなみに全部、神戸なのよ。それは知らなかったぜ。とにかく、一つの国、そんなにたくさん見どころがあれば、周辺から人が訪れるだろうな。そうなの。大阪に近い大都市で、繁華街やオフィス街に訪れる人が多いため、どうしても犯罪率は上がるわね。神戸はおしゃれなイメージがあったけど、繁華街には犯罪はつきものってことか。今度は、第6位、愛知県の天郡飛島村ね。うん、村？都市部で犯罪率が高いって言ってたのに、突然村が出てきたぞ。なあ、霊夢、どういうことだ？そうね、マリサが驚くのも無理ないわね。名古屋市の隣にある飛島村って言ってね、日本一の金持ち村って言われているのよ。ほうほう、金持ち村とは、興味があるぜ。詳しく説明してくれ。あら、マリサったら、ダメついわね。いいわよ。飛島村は、南部の臨海地域が埋め立て地になっていて、そこに鉄鋼関連の事業所や発電所、輸出関係の倉庫が林立しているの。一大物流拠点になっているから、大手企業も次々と進出しているわ。ふむふむ。だから、小さな村だけど、税収入が多いのよ。そしてその豊かな財政を、住民サービスや手厚い社会保障に活用しているの。お、そうなのか？だったら私も飛島村へ引っ越すぜ。それは無理だわ。飛島村はもともと海抜ゼロ地帯といって、満潮時の平均海水面より低い土地なの。だから、農地にしかならない干拓地と、あとは物流倉庫になっている埋め立て地ばかりで、居住地は少ないのよ。住みたい人が多い人気の土地だけど、住めないの。は、なんだよ、残念だぜ。ということは、人口が少ないけど会社が多いから、犯罪率が高いのか。あら、マリサの割に鋭いわ。人口のドーナツ化現象の意味が分かってきたようね。そうなのよ、飛島村は、人口約4400人の小さな村よ。でも昼間通勤してくる人が多いから、昼間の人口は夜間人口の約3倍の1万4000人と言われているわ。それに、村の湾岸部には伊勢湾自動車道や国道が走っているから、暴走族も集まりやすいのよ。なるほど、だから必然的に犯罪率が高まるというわけか。続いて第5位、大阪市浪速区よ。浪速って、名前からしてコテコテの大阪感があるな。そうね。まさに浪速のシンボル、通天閣があるわ。串カツが食べたいぜ。串カツの発祥地でもあるわね。ソースは二度漬け禁止よ。なんだ急に。それで、どんなところなんだ？大阪を代表する繁華街である南の一部や、日本橋のでんでんタウンっていう、東京でいう秋葉原のような街もあって、観光客が多いわ。でも、華やかな街並みが広がる一方、悪質なキャッチや強引な客引きもよく見る光景で、旅行者であっても安心できないわ。キャッチは本当に困るんだぜ。それに、通天閣がある新世界という場所は、第8位の天王寺区同様、愛林地区に近いから、旅行者は昼間に行って、夜には近づかないようにおすすめするわ。え？ところで、さっきから出てくる愛林地区って何なんだ？大阪のスラム街とかなんとか。そうね。じゃ、これは後で説明するから、みんなも最後まで見てね。わ、もったいぶるぜ。続いて、第4位は、大阪市北区ね。また大阪かよ、多いな。そうね。北区のある大阪北部側の地域は、比較的治安が良いと言われるところなんだけど、北区には、梅田駅や大阪駅があって、14本の路線が通っているから、昼夜問わず外から来る人が多いわ。ああ、わかったぜ。赤い観覧車や、梅田スカイビルがあるな。あとは、地下のダンジョンが有名だぜ。あそこに行くと霊夢がいつも迷ってるよな。うるさいわね、わかりづらいのよ。そんなことより梅田駅の周辺は大阪で、最も栄えているエリアの一つで、昼は通勤やショッピング、夜は繁華街に人が集まるのよ。北新地という、夜の街として有名なところもあるわ。それだけ人が集まるということは、犯罪率も高いというわけだな。お酒飲む人が多いのも原因の一つね。さて、とうとうワースト3位まで来たわ。お、もうそんなに進んだのか。3位はどこなんだ？第3位は、東京都千代田区よ。やっと出てきたな。大都会東京だぜ。千代田区には、何があるかしら？ん？そうだ、皇居があるぜ。皇居ランナーがいて、治安が良さそうに見えるが。わかるわよ。皇居や国会議事堂などの警備の目が厳しいエリアがあるから、治安が良いと思われがちね。でも、オタクの聖地である秋葉原や、何より、日本で最も巨大なターミナル駅である東京駅もあるでしょう？そうか、東京駅はめちゃくちゃ人でごった返しているぜ。そうよ、千代田区全体で見ると、犯罪率は高いのよ。人が集まるから、
トラブルも起きやすくて、東京の他の区に比べて粗暴犯がダントツで多いのよ。なるほどな。次は第2位よ。名古屋市中区ね。名古屋か、何があるんだ？中区は、名古屋城が有名ね。おお、金のシャチホコだな。そうね。お城があるだけに、名古屋市の中核を担う地区で、大企業の本社や営業所も多いの。そのサラリーマンたちを対象にして、錦三丁目という東海地方有数の歓楽街があるわ。歓楽街で人が集まるから犯罪率も高くなっているんだな。ただし、検挙率は高くて、12年連続で該当犯罪は減っているそうよ。ふむふむ、それでも全国2位なのか。そして、栄えある第1位は、大阪市中央区よ。出たー、1位も大阪なのか。やっぱりというか、なんというか、難波や心斎橋といった、言わずと知れた南の繁華街があるところね。お、ここはわかるぜ。プロ野球の阪神や、サッカー日本代表が勝利した時にダイブするところだろ？そうね。他には、食い倒れの街として有名だわ。それがあったか、たこ焼きが食べたいぜ。おほほ、マリサは食べ物の話ばかりねー。あとは、広大な大阪城公園もあって、その周辺はビジネス街になっているから、居住地が少なくて、人口密度が低いわ。お、覚えたぞ、人口のドーナツ化現象、だろ？ドヤ顔しないで。それにホテルが多くて、観光客も多いことから、外から来る人はかなり多いわね。確かに、コロナ前は海外からの観光客でホテルが満杯だったって聞いたぜ。そうね、でも観光客のために治安も守られていて、犯罪検挙率は他より圧倒的に高いわ。一部の限られた地域以外は、それほど治安は悪くない印象よ。そうなのか、じゃあ、私もコロナが落ち着いたら、食い倒れしに行くぜ。ところで霊夢、愛林地区の話は、どうなったんだ？その話があったわね。忘れるところだったわ。おい、しっかりしてくれよ。マリサに言われたくないわよ。愛林地区はね、大阪市西成区にあるの。ちなみに順位は時点の第11位よ。そうなのか、意外に、ワースト10には入らなかったな。そうね、愛林地区は、日雇いの路上生活者、いわゆるホームレスが多くて、かつてはホームレスによる暴動も起こっていたわ。2010年以前は、日本一治安が悪い場所として有名だったの。でも、この地区には安宿が多いことから、10年近く前からバックパッカーが増えて、多少安全になったと言われるわ。それに、住民の高齢化により、以前のような粗暴や暴動がなくなったことも一因ね。とはいえ、今でもスリやひったくりが多いのは事実で、周辺の住民も近づかない場所よ。なるほどな、日本にそんな場所があるのか。それにしても、ワースト10に大阪が4つも入っていたぜ。多すぎないか？人口のドーナツなんとかだったら、東京の方が多そうなのにな。ドーナツなんとかって、もう忘れたの？えへぇ？で、なんで大阪の方が多いんだ？そうね、実は、詐欺や横領などの知能犯罪や、殺人のような凶悪犯罪は、東京の方が多いわ。でも大阪は、ひったくりのような街頭犯罪や粗暴犯が圧倒的に多いのが特徴ね。粗暴犯か。大阪人は、血の気が多そうだもんな。マリサ、偏見は良くないわ。とはいえ、かつて大阪名物と言われたひったくりも、ここ10年でかつての 4% 以下の件数まで減ったのよ。そうなのか、そういえば、大阪はオレオレ詐欺の被害が少ないと聞いたことがあるぞ。そうよ。独特のツッコミ文化があるから、大阪のおばちゃんにオレオレ詐欺は通用しないわ。面白いな。犯罪率が高くても、見習う部分もあるぜ。そうよ。ねえ、マリサ、お金振り込んでくれない？なんでやねん。おほほ、上手よ。マリサはオレオレ詐欺には合わないわね。今日は勉強になったぜ。住んでいる人が少なくて、人が集まるところが、犯罪率が高いってことだな。みんなは、今回のお話、どう思ったかしら？他にも、これらの地域について知っていることがあったら、ぜひ聞きたいわね。みんなのコメントや、いいねが励みになるからな。それでは、ご視聴、ありがとうございました。